こんにちは、東京。こんにちは。というわけで、どうしよう。やっぱいよいよね、こう、やることがね、なくなってきたよね、偉いもんで。あれ行ってみようか、久しぶりに。幽霊屋敷。ね。なんか全然、幽霊屋敷って探索というか、ラブ探してないし、全然俺。行っちゃおう、幽霊屋敷。あー、めっちゃ鼻詰まる。はあ、なんかね、鼻水が異様に出る。花粉症かな？でも花粉症ってもっとあれでしょ？ズルズル出る感じでしょ？なんかね、鼻が詰まってる。鼻水がズルズル出るというよりは、鼻が詰まってる。これだよね、絵って。どういうこと？タタ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 じゃねえよ。これもどうしたらいいんだ。ドンちゃん。どんどんうるさ、暴れんぼ。ドンちゃんか？これ上にいるの。どんどんっていうよりはなんか。おお！びっくりした！なに？なんだよもう！うわぁ！胃袋だ。びっくりした！なんだそれ。あれ？お客さんだ。誰？あ！ママ。ママお客さんだよ。ママ？そうだ、ママはもういないんだっけ？どっか行っちゃったんだ。これがあの、幽霊の生前の姿。そうだ。僕は体が弱いからたくさん食べないといけないんだ。おう。甘いものをちょうだいよ。甘いお菓子。甘いお菓子？甘いお菓子。ババのクッキー、やるか、ちょっと。クッキーがあるよ、クッキーが。甘いお菓子。これ。これをあげる？はい。ありがとう。やった！美味しそうなクッキーだ。美味しいか？美味しいか？美味しかった。なんだか満ち足りた気分だよ。それじゃあね。やったー！これでいいの？うおー！そっち肛門じゃない？大丈夫？最悪！なんでだよ。あー、ちょっと。よし。なになに？ガジロウ。これ関係ないのか？なんか金庫かなんかかと思った。清き心と清き体を持つ者だけは触れられる。だからこれさ、手洗いじゃないの？清き体って。これ、手洗いできるの。他に意味ある？手洗いじゃないのか。おーい。クッキー食べさせてやったよ。まだ足りないの？これ。あの絵をね、よく眺めてみてよ。まだ？まだやられるの？もしかして。てか、これってもしかしてさ、あいつが魂捕まえちゃってるから、あいつの願いを叶えてあげないと、キャッチできないのかな？いろいろ。なんかそんな感じするぜ。そんな感じするぜ、おい。もう一回？怖いよ、これ。うわぁ、逃げないとダメなのか。何が欲しいんだよ。おはようございまーす。何？誰だよ、あんた。クッキーあげただろう、お前。あ！
なんかちょっと太ってる。なあ、誰だよ。俺は小腹が空いてるぞ。なんそんな暴虐無人な感じになってんの？だから何か食べたいぞ。うまいパンを食べたいね。俺はパンの耳が大好きなんだ。お、あるあるある。食パンだろ？あるよ。お前が食べてくれるんならありがたい。もう俺は食べれないからさ、あれ。お前みたいな、ちょっと、暴虐無人系の男に食ってもらうのが一番だ。あんまり、情緒とか感じなさそうな感じの。ドリンク、ありがとな。うまそうなパンだ。美味しい？うまかった。なんだか満ち足りた気分だ、それじゃあな。これで、どんどん太らせていったらいいのかな。次は何が欲しいんだよ。もう他でのやだ。どういう仕組みになってるわけ？はーい。このガジロウの前かな？通らないといけないのやだ。なんか気使うわ、ガジロウに。次は何？どんどんやっていこう。多分次のアイテムはさすがに持ってないだろうな。わっはっは。わー、でかくなってる。こんなところに人が来た。わっはっは。何がおかしいんだ。笑ったか、笑ったら腹が減ったぞ。わっはっは。珍しいものが食べたいぞ。キャビアみたいな珍味だぞ。珍味？黒キャビア？黒キャビア？そんなんないよ。あれ？てか食パン消えてないし。クッキーも。減らないのか？そんなんないよ。タコチューとか。おい、それじゃないんじゃない。キャビアみたいな珍味。ラブ発見。ガマカツの釣りコンテスト。頑張っていっぱい釣れ。なんだそれ、釣りコンテスト？そんなあったっけ？やってんの？釣りコンテストとか。なんかめんどくさそう、それ。コンテスト系のイベントってめんどくさいんだよな。だいたいどんなゲームでも。あの、ドラクエ7の、なんたらコンテストも俺めっちゃ嫌いだった。あ！黄色い箱だ！これ？黄色い箱？ん？お？お？おお！やった！おお！じゃなかった。点があるじゃねえかよ。偉大な海賊 B ハブ。おお！おおじゃなかった。点がある。点？あ！わかった。ちょっとこれも、覚えてるうちに言っとこう。わかったわかった。剣ね。これだろう。王じゃない剣。玉だな。なんかある？ん？王じゃなかった剣。ん？なんかある？あ！メモがある。はじめちょろちょろ、なかパッパ。キャンプの飯はうまいね。偉大な海の族が B ハブ。はじめちょろちょろ、なかパッパ。キャンプの飯はうまいね。はぁ？なんだよこれ。てか、いつまであんのこれ。このじいちゃんもな、よくわかんないしな。オン、アカ、オン、アキャボ、ベイシャロ、ノウ、ソアカ、ハラバラリタ、ホーシジッタ、ボダハダミア。なにこれ。悪霊退散！お。あ！あー！あー！ちょっと。なるほど。魔除け系だ。魔除け系のお経だ、これ。たき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 こんなポケモンいたな。やった！なんだっけこれ。ユキンコさん。
ゆきんこさんだ。ゆきんこさん救出するでちょちょぴぴ。イエーイ。アホ、カス。イエーイ。なんかなぁ。完全に行き詰まってしまった。何したらいいんだ。お、お、お、はてな、はてな、ん？何今のはてな。ちょっと、あ。何これ？ちょ、何やってんだ？死体、死体引っ張り出すなよ。影鳥。お昼にしか見ることのできない貴重な鳥。旋回しながら獲物が来るのを待ってる。影鳥？影鳥？これ？影鳥。何？獲物が来るのを待ってるって。ん？待ってたらいいのかな？獲物だよ。獲物だよ、ほら。ほら、獲物だよ。関係ある？これ。お！違う、お前か！もういいってば、もう、募金しないって。バッチあるってもう。はいはい。もうするやついるのかよ、これ。もっと城下町とかでやった方がいいんだよ。博士。あー！来てる！キャッチ！あぶねー。ヘイガーに、ヘイガー発明危険に切り取られてるところだったぜ！イエーイ！イエーイ！やったぜ！イエーイ！つかめてないよ。影鳥ってな、字面はなんかかっこいいね。見た目あれだけど。おー、すげえ！影鳥。影鳥ラブすげえ。メカもすげえ。ジェントルさんとはわけが違うな。はじめちょろちょろ、中パッパ。キャンプの飯。キャンプの飯なんてあったっけ？キャンプ？キャンプしてるやつなんていたか？お！うわ！これなん、うわ！え？なにそれ？え？入っちゃった！うわぁ！なんだこれ？ほらあんた見てごらんよ。何か落っこちてきたよ。誰誰？かぼられたろ！なんだこの坊主は畜生め。えぇ？なんかこいつらだけ世界観違わない？なんだこれ。おい坊主。なんすか。この玉屋、平吉。チートばかし忙しんでい。なんて言ったって王様から頼まれた大仕事だ、チキシオメン。こんな場所あったのか。闇を照らすどえらい花火の研究中よ。ごめんね坊や、この人今度の仕事に人生かけてんだよ。奥さん？ここは一つそっとしておいてくれ。は、はい。おい、歌子、余計なこと言うなってんだ。歌子？歌子さん、顔面白いな、なんか。花火も子供に、もう似たようなもんだ、畜生め。玉や自慢の筒で打ち上げてやら、さっさと帰んな。わかりました。いや。いや！やらせてください、親方。だだこねんじゃねえよ、坊主。じゃあおめえにドエラー花火の配合ができるってのか？できるよ！もちろんです。面白いこと言うね、チキシおめえ。ならやってみな。お、やらせてくれるんですか？どうせ坊主は素人だ、一丁教えてやろう。玉屋の花火は、中に9個の小さい玉が入ってるんだ、チキシおめえ。小さい玉は1番から9番まであら。この並べ方で花火の出来は決まるのよ。そんじゃやってみな、どうせ無理だろうけどよ。あー、なるほど。あ、なるほどね。まあ、じゃあ、まあ、とりあえず、適当に並べてみるか。玉何個詰めてもいいのね、これ。同じ玉何個使ってもいいみたいだね。よくわかんないけど適当にやっとくか。バチッと。笑っちまうわな、所詮素人だ。そんな組み合わせでできますもねえもんだ。うわぁ、もらっちゃった。いらねえ、こんなの。
クズ花火。そうやって帰んの？なんだそれ。わあ。もう。なんだよそれ。これさ、あれ？入るには毎回の花火にた、当たらないといけないわけ。花火ね。花火の配列か。なんかでも。なんかでもさ、似たような図は、あったよ。石板にあったよね。あれかな？研究室。これ、カクンテコだっけ？配列じゃなかった。わー、全然違う。これはムーンワールドで。あー、これヒントだったんだ。酒とチップか、これ。なるほどね。じゃあ他の石板に書いてあるのもなんか、隠し場所の、ロケットの必要素材の場所なのかな。これ文字盤じゃなかった。ほら！これは？どういうこと？これ。解読成功。これはムーンワールドで基盤と呼ばれている古代の石板です。ん？ 1、2、3、4、5、6、7、8、ん？ 1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、9。でもちゃんと9個ある。これやっぱり花火の配列だよね。4かけ1。ん？ 1？ これどういうこと？ 4 イコール3。4イコール4プラス5。ん？ 4 イコール3。これイコール。1、2、3、4、5。これどういうこと？真ん中が4っていうのはわかるんだけど。ちょっとメモしとくか。どうやってメモしよう、こんな。キャプチャーしとこ。これどういうこと？穴開いてるとこどうやって？穴開いてるとこどうやってさ。解読すんなよ、こんな。真ん中4で、上が5。で、右下3ってことでいいのかな、これ。イコールってのがよくわかんないなぁ。足すマイナス割るかけ。4割る。ん？ 1。 あ？ 4 イコール2。待てよ。これは、わかった。数式になってるんだな。5を足す、だから例えば縦一直線は、5を足す4イコール、だから9じゃない？ここの下の空いてる部分。絶対そうだわ。で、横一直線は、何割る4イコール2だから、8だ。8割る4の2。わかった！よーし！オッケーオッケー。これ花火の配列だろ、絶対。弾飛ばせよ。てか、一日に一発しか上げてるんだから、そんなんだから開発できねえんじゃないんですか？なあ。もっと気合入れてさ、一日、3、4発ぐらい発射するような心意気で弾作れや。おー？おー？よっ！
ジジイ、こら。偉そうなことばっか言いやがって。どうせ俺があれだろ？次回、ものすごい花火を俺が今から作るわけだけど。そうしたらもう手のひら返したように、俺のことを、師匠師匠だと、ペロ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 懐いてくるに決まってんだよ、あんなジジイは。ほんま。ほんともう見えすいちゃうわな、その辺のこと。見えすいすぎちゃって、たまらないわ。俺みたいな、平成のゆとりにとってはな。だから早く弾飛ばせよ！はよう！はよう！兄ちゃん、兄ちゃん、はよう！来た！来た！ボーン！よーし、やるぞー！あのジジイの目ん玉ひんむいてやるぜ。おう、ジジイやらせろや。あら、坊や。また来やがったの、坊主、チキ正面。内心嬉しいんじゃねえのか。ここ遊び場じゃねえんだ、早く帰んな。ここで暮らしてんのか、こいつら。いや。またダダっこねんのか、これだからガキが綺麗だ。そう言ってられるのも今のうちだぜ。花火いじらせてやるから終わった帰んな。おいや。まずここは、5!5 だね。よし。で、ここは、何引く4イコール3だから、7。7だな。7。次、なんでそっちなんだ。1×4 は4。4。次。何割る4は2。8。OK。次。ここは2。よし、次。1。で、ここが3。だな。よし。へへ、ジジイの驚く顔が楽しみだ。5たす4が9。で、真ん中が、4と。おーい、できたぞ、クソジジイ、こら！ずいぶん変わった配合だな。ちょっと見せてみろ。お？どう？小石が4で、硫黄が5。ああ、炭酸ストロチウムが8溶けやがったか。なんだそれ専門用語。むむむ。塩基性炭酸度7。見事。三硫化アンチモン抑えつつ。環石は9か。すげえ。え？坊主、この花火はすげえ。やったー！この石板を応用すりゃ闇を照らす花火もできそうだ、畜生め。イェーイ、やっぱり石板に書かれてたことは正しかったんだ。父さんは竜の巣を見たんだ。うるせえな、ガキ。よーし、一気に仕上げるぞ。やったー！ラブ一個かよ！もっとくれよ。おっと、これは坊主の作品だ。きっと何かに使えるぞ。大事に持って帰んの。平吉の百尺玉。これ王様見せるんじゃないの？坊やありがとう。この人は必ずやり遂げるよ。歌子。あんた。え、なにこれ？なんだよ、それ。おう、帰ろうぜ。え、どっからそうなった？わかんねえ。江戸っ子の気質はわかんねえよ。これどうしよう。平吉の、平吉の百尺玉。俺が思うに、ロケットの資材か、王様に渡すもんだと。かつてこの花火使えません？これか。おい。ほほんほほほほん、平吉の百尺玉。ダメか。お、いや、待て待てよ。お、来た来た。またこの展開だ。来た、頭の中にピキンと来た。これは使えるやもしれん。やっぱりロケット資材だ。やった。おいおい。結構スムーズに来てな。あと二つだよ。そんなとこに花火入れんの？あと二つだ。あと何が足りないんだ、これ。いや、違う。探査船の開発状況。あと何がいるっつってた？なんか冷却装置と、あと何かいるっつってたの。そんなんあったっけ？